デシロ ML による総括制御列車フロンデイトン駅にて、ウィーン中央駅に停車中の式ジェット車両グラーツドン、ボスコ駅に停車中の式ジェット車両シティジェットデザインのタレントサンシティジェットは、オーストリア連邦鉄道の地域輸送列車に使用されているブランド名である。2015年の導入当初は、デシロ ML などいくつかの車両にのみ使用されていた。その後、 シティジェットのデザインは BBS バーンと地域輸送の新しいコーポレートデザインになった。2019年からフォア・アール・ベルクで使用されるタレントに使用され、2017年に新世代ディーゼル鉄道車両にも使用されてからは既存車両の更新時にも使用されるようになった。2019年12月15日には新しい列車種別であるシティジェットエクスプレスが導入された。 2017年12月のダイヤ改正の時点で、ウィーン西駅からトゥルナーフェルトを経由して、アムシュ鉄店までのすべてのレックス200列車が4744シリーズのシティジェット編成で運行されている。許容最高速度が時速 160km となるため、レックスプラスに改名された。2019年12月のダイヤ改正時、オーストリア西部鉄道経由であった。 リージョナルエクスプレスは新種別の式ジェットエクスプレスとして運行されるようになった。BB タレント更新車のコンフォートゾーンデザインはトライハンデザインによってなされた。車両の下半分は赤の異なる色合いの横縞で上半分は白で設計されている。台車、窓、ドアの周りは黒く塗られている。運転席のキャブウィンドウは赤い線で囲われ。 BB シティジェットのロゴが側壁に配される。車内は赤とグレーのオーストリアシートが設置され、シティジェットデザインの全車両には車内ディスプレイがある。すべてにのシティジェット車両は、低床の乗降口や空調など、一定の品質基準を満たしている必要がある。フォーラ・ルベクのタレントさんは、シティジェットデザインの内装へ更新され、東部地域の車両を置き換える。 一家についても、車両の塗装変更が進行中で、その大部分は現在、赤、グレーの斜めデザインになっている。最初に更新が行われた車両は5022-001で、外装と内装が4744と4746シリーズと同等のものに変更された。4124-003はタレント1の最初の車両でもある。 2017年11月17日に4746006、5022003、4124003がウィーン西駅で公開された。2019年11月までに86から33007を含む4両はストリートポルトンの TS ベルクで最初に更新が行われた。2019年12月15日のダイヤ改正より、 フランツヨーゼフ線に投入され、2020年には100両の置き換えを計画している。また、2019年のダイヤ改正以降、ドイツ鉄道クラス642ディーゼルカーが、ドイツ鉄道のマッティク線で使用されている。このため、TW642083 は2019年12月にシティジェットデザインとなった。更新された2階建て車の車内。 フラッコフンウィーンウィーンストリートポルトンギンツ BB2020 年4月29日閲覧ありがとうございます。